東市山本台湾トンジンリー小川です。今日は私すみません、北京語下手なもんですから通訳です但是我们台湾三叶机车，台湾雅马哈摩托的小三总经理，但因为我们小三总经理还在学中文，所以今天就由小池来为各位翻译。ちょっと限られた時間の中で中身たくさんあるので、すみません、ハンディングペーパー使います。那因为时间跟到时间有限，所以等一下我会比较快速的带过，那可能要看一下小抄。那如果大家方便的话，也可以用自己的手机把内容拍摄下来。それとスライドの方も、中身が多いスライドですので皆さんスマホで撮って後で眺めるようにしてください。那因为我们今天的内容会比较紧凑，那字可能在后面看不清楚的好朋友呢，那我们预计会有十页的 PPT， 再请大家稍微阅览一下。スライドは全部10枚です。那接下来我们就要开始进入我们的主题。まず最初は世界の自転車需要の様子です。首先跟各位先進分享全球機車總市場。近年世界の自転車の新車の需要は5300万台で推移していて、台数規模ではインド、アジアの需要が大部分を占めています。この中で E 分野の取り組みというのが各国で発生。近几年来，全世界的机车需求量大概维持在5300万辆左右，而台数规模大部分是集中在印度、东南亚等国家为主。那目前最新的潮流是，各个国家都已经开始陆续的朝向电动车的开发在着手当中。次に、自転車を取り巻く社会的課題。接下来想要跟各位分享一下机车所面临的社会议题。人類を取り巻く共通課題は複雑化、多様化を続けて、近年では特に交通渋滞、温室効果や大気汚染など地球環境問題が挙げられます。人類所面临的许多共通的议题，近年来越加的复杂化，而且呈现多样化的发展。这几年我们也看到，特别是交通塞车的问题。温室效应啊，或是空气污染等等环保问题也开始渐渐受到瞩目。この中で自転車が提供できる、提案というのは、これ台湾の特有のもあるんですけども、IoT、クリーンエネルギー、シェアリング、自動運転等が挙げられますが、このセッションでは特に主にクリーンエネルギー EV にフォーカスしたお話をさせていただきます。那我们也可以看到，机车在这个环境变化的当中，也推出了很多不同的解决方案，例如像物联网，或是绿能，或是共享经济，甚至是自动驾驶等等的。那今天我们将会针对绿能产业以及电动车来作为我们说明的主轴。ここはですね、世界のエンジン車の環境規制です。首先，我们先请各位看一下全世界各国的环保法规，请参阅。2015年の COP21 以降、低炭素社会の実現を目指した活動が世界規模で本格化していて、各国の規制の強化が計画されています。在2015年联合国的巴黎协议书发表以后，全世界都朝低碳社会的实现而展开了各种活动。那目前各国也积极的在进一步的强化环保法规。モビリティの世界では、排気ガス正常化レベルの向上、燃費改善、ゼロエミッション化などますます難度が高い課題への取り組みが求められています。因此，我们可以发现，在机动车辆的领域当中，目前所面临的所有的课题都是属于高难度、不容易解决的。例如，更加严苛的排放法规，甚至要求更低的燃油效率，还有甚至是零排放等等。EV の動向と現実です。接下来我们应该要来看一下电动车的发展方向与它面临现实面的问题。モビリティの世界でクリーンエネルギーとして期待されて浸透している EV
その話題は次のようなものがあります。在移動工具的世界里面，大家都认为电动车是一种新的绿色能源，也可以就此解决环保议题。但是它仍然有许多课题仍未解决。普及は、これ今ですね、今のところ、普及は限定的で、政府方針、特に補助金に左右されます。我们可以发现，电动车的普及其实是因为政府可能有特定的方针。或是针对特定的领域有投入补助金所造成的。普及を阻害する課題として、高速距離、充電時間、性能、コスト、インフラ規格の不統一等が挙げられます。其实电动车要做到真正的普及，它所面临的课题在于它的续航距离、充电的速度，甚至于电动车本身的性能、制造成本。还有目前我面临到基础建设的落后跟规格的不统一。またクリーンと思われながら実は突然で発生する炭素と PM2.5 があります。刚刚也有前辈所提到，我们所认为非常环保的电动车，在目前的环境之下，由从发电的过程到使用中的过程，它所产生的二氧化碳跟 PM2.5 其实远超我们的想象。そしてバッテリーの製造と廃棄の際に発生する汚染があります。更不用说电池从源头的制造到使用寿命结束后的报废所带来的高污染。現在の実態はコアパーツ、つまりバッテリーの性能とコストの大幅な進歩が発生しないと普及拡大は難しい。裏を返すとバッテリー性能の向上とコスト開発が EV 発展のキーである。现实的状态是，目前所有的核心零组件、电池的性能还有成本，事实上都还没有办法做到大幅度的革新。因此，如果要让电动车普及，我们最重要的事情在于如何提升电池的性能以及成本降低的能力，还有一些核心技术的掌握。次は世界の炭素排出の状況です。接下来要请各位关注一下全世界的碳排放状态。グローバルではエンジン二輪車は炭素総排出量の 0.3%、四輪車の3分の1と、実はエンジン二輪車は比較すると環境に優しい乗り物というのが言えるんです。全球的碳排放量当中，其实机车所造成的只占全球的0.3%，跟汽车相比，只有汽车的三分之一。因此，严格来说，机车它也是属于非常环保的交通工具。次は台湾での炭素と PM2.5 の排出源の実態です。接下来想跟各位分享目前台湾的碳排放状况跟 PM2.5 的发生状况。台湾ではエンジン電車の CO2 排出に占める比率は 1.7% と世界で最も高い普及率、まあ、1.7 名に1台というところが寄与しているものと考えられますが、四輪車合計 12.16% や発電などエネルギー 12.72%、 そして工業 50% よりもはるかに低くて、小さいというのが那我们引用政府所发布的数据，过去大家都认为台湾拥有全球最高密度的机车保有，平均每1.7个人就拥有一台机车。但是机车它真实所排出的二氧化碳，其实只占全台湾的1.7%而已，反而是汽车带来的12.16%。各发电设施、发电厂，占了全部的12.72%，以及所有的固定还有工厂占了整体的50%。PM2.5 ではエンジン二輪車の占有率は3%。これは外から入ってくる PM2.5 も入ってます。3%。四輪車合計18%や電力5%比較すると、ここでも環境に優しいのということが言えてしまうのではないでしょうか。我们再从 PM2.5 的指标来看，当然包含很多境外因此其实机
车子占台湾整体 PM2.5 的发生的 3% 而已，而汽车反而高达 18%， 而各使用电力的过程会带来 5%， 因此跟其他的污染源相比，机车还是相对比较环保的交通工具。次は地球温暖化と EV とエンジン車の関連の研究です。接下来跟各位分享地球暖化以及它跟电动车、燃油车之间的相关研究。大気汚染や地球温暖化とモビリティ EV エンジン車の研究は日本、欧米で取り組まれています。欧美、日等先进国家都有在积极的研究空气污染、地球暖化以及跟机动车辆之间的关系。ここで皆様と共有したいのは、現在の EV、現在の EV は決してゼロエミッションではない。地域や発電様式によっては、エンジン車は EV よりも環境負荷が低いということです。因此、我们想要在这边各位分享或是重申的就是、现阶段、也就是现行有在销售的电动车其实还称不上是零排放，很可能会因为该区域的使用环境或是发电的方式来看的话，燃油车可能比电动车更加的环保。現実とは異なる一部分だけを切り出すのではなくて、現実に即したベルトゥービート製造から廃車廃棄までのライフサイクルアセスメントの視点では現在の EV バッテリーと発電用紙では総排出炭素量、は環境によっては国によっては EV はエンジン車よりも多いという評価結果もあります。有时候我们只看眼前的一部分的事实，事实上会跟我们的想象完全不同。如果我们从石油的提炼一直到汽机车的使用过程，从车辆的制造一直到销售报废的过程，整体的碳足迹的角度来思考的话，目前的电动车仍需要仰赖比较低科技的电池，特别是目前的发电方式所带来的高碳排放量，其实对于环境所带来的负担，燃油车绝对可以低于电动机车。現在の原子力を停止して火力発電が多い台湾の発電事情ではどうしたものかなというのはありますが、政府が非常に力を入れておられて、効率化や再生エネルギーへの転換を図っておられて、この進捗に非常に期待されるところだと思います。虽然要采用核能发电或是火力发电仍然是一个 很具有争议的议题，不过我们也非常期待政府能够在更积极的投入再生能源的发展，同时提升现有的发电机组的效率。次は台湾の二輪車産業の現状です。接下来分享一下目前台湾机车产业的状态。皆さんご存知のように、台湾人にとって二輪車は生活の一部であり、憧れであり、自己表現するための必需品です。相信大家都可以认同，机车对于我们台湾人来说，它已经完全是我们生活的一部分。有一些年轻朋友，他可能非常向往购买属于自己的机车，或是有一些比较潮流的人士，他会透过机车去表现他自己的性格。その必需品を支える台湾の二輪車産業は約100万人と台湾人口の 4% ほど、そして30万世帯弱。有権者換算すると6から7パーセント程度が従事されている裾野が広い産業です。这是一个横跨非常多领域的核心产业，也是支撑台湾整体经济发展的重要机车产业。据我们调查，至少有超过100万以上的台湾人口，约占我们总人口的 4%， 大约有30万个家庭以及他们的家属，换算成有投票权的人，应该是占全国的 7% 左右，都在间接或直接的从事跟机车有关的产业。この産業の創出価値は6100億台湾ドル、ね、と評価されており、完成車だけでなく部品が少量多品種生産、リードタイムと品質コストバランスの秀逸性で。
世界中にメイドインタイワンを輸出しています。汽车产业所带来的产值每年高达6100亿元以上。台湾除了有层层的外销以外，还有很多零组件供应商。发挥台湾厂商最得意的少量多样化、快速的交期对应以及品质跟成本的优势，我们透过 Made in Taiwan 在全世界各地都可以看到台湾所生产的产品。次は産業発展のための業界の努力です。接下来也想要跟大家分享一下，各位先進如何的为我们的产业发展尽了一份心力。台湾のエンジニアリング社の規制は世界でも厳しく、特殊な部類に入ります。其实我们都知道，台湾的环保法规是全世界最严格。除了排放法规最严格以外，我们还有一些其他国家没有的，例如说像油耗的效率，或是原地噪音等等比较特殊的规范。規制対応のためにコストは際限なく上昇傾向です。台湾のメーカー、サプライヤーは技術力や品質だけでなく。为了对应政府的各项严苛的要求，其实对于各中心厂还有零组件厂来说，我们也投入了非常多的成本去做研发，来提升我们的技术能力。環境変化が進む過渡期にあって、ますますメーカーとサプライヤーさんの方針を共有した協業が必要だと考えます。除了我们努力的提升我们自己的技术力，我们也非常在意我们的品质。同时，我们也不断的强化自己的经营体制，来跟全世界的各品牌所对抗。而在目前面临环境变化极大的过渡期当中，我们希望各厂商、各零组件还有各销售通路，大家一起来相互分享我们未来的方针，一起来努力。また台湾の保有台数1400万台のユーザーの生活を維持するために、販売店は日夜サービスを行っています。台湾有这么高密度的机车，而且都能够非常顺畅的运作，成为我们生活中的一部分。其实幕后最大的推手就是我们大街小巷的机车行，不分日夜的提供非常优质的服务。販売店のサービス品質や顧客満足度を向上するために、我々メーカーは教育、トレーニングを実施しています。为了维持各销售通路高品质的服务，维系顾客满意度，其实原厂也非常的用心在进行各项教育训练。どこのメーカーも同じようなことをされてはおりますが、ちなみにヤマハではヤマハテクニカルアカデミー。ヤマハパーツアカデミーという教育資格の世界基準を台湾のヤマハ販売店にも運用しています。相信每一家乘车厂都非常努力的在教育他们的专卖店，而我们ヤマハ透过我们独家的 YTA 等全球共通的教育以及认证制度，来训练属于我们ヤマハ的专卖店。特に台湾の販売店は世界中のヤマハ販売店のサービステクニシャングランプリで上位入賞者を輩出し続けていて、昨年は優勝者を出しており、台湾ヤマハ販売店の技術力を証明しています。台湾的销售通路其实拥有全世界一流的技术能力，尤其以我们台湾ヤマハ为例，我们台湾ヤマハ有全世界技师为对象的世界服务技术竞技大赛当中，有已经这几年来有陆续非常多台湾的技师在里面获得优胜，在去年我们甚至勇夺全球冠军，因此也非常证明了台湾ヤマハ的销售体系技术能力已经达到全球共同的水准。最後に二輪車産業の将来の発展のための提案です。最後、我们将就机车产业的未来发展做出以下的提案。
先にご説明したように現在の EV は本格普及のためにはまだ課題を抱えている発展途上です。前面我们已经花了一些时间跟各位说明，现在的电动车其实它要离真正的普及，仍然面临许多议题还未解决。现在政府は EV を普及させるために税収を使って EV の拡大発展に取り組んだ結果、主に販売援助金の成果で販売台数規模は急伸長しています。我们知道政府想要致力于电动车的普及。发展，不过目前透过税金去补贴部分的个人来购买电动车，唯一的结果只有带动电动车快速的销售成长而已。しかしながら、コア技術や素材は国外に依存するため、現実の技術、インフラ発展への効果はまだまだ手を入れる余地があると思われます。但是另外一方面，电动车真正要发展的。核心关键要素在于如何掌握核心技术原材料。目前我们全部仰赖国外进口，目前我们仍没有办法掌握到核心的技术。同时，我们在基础建设的发展上面也还有很多事情要做。是不是可以请政府将资源转换到这方面来辅导呢？私からの EV だけでなく。エンジン車も含めた業界発展のための提案は次です。而且我们希望不是只有电动车，我们希望是整体机车部分电动燃油都能够永续的发展。台湾は貿易、IT、ハード立国ですので、国内普及と輸出の維持拡大するためにグローバルビジョン、特に後期。に合わせることで、また国内で確立することで、EV の国内基準の統合を進め、世界基準として台湾が発信していくということ。台湾通过外贸还有先进的三 C 产业，让台湾的经济快速的发展。未来我们希望我们的机车产业能够继续维持甚至扩大，不但是在国内，更能够走向世界。因此，我们恳请政府在制定各项法规的时候，能够跟国际接轨，特别是一些环保或是性能各项规格等等。而我们现在的电动车也开始面临快速的成长。如果在台湾所形成的各项规格或是基准值，我们也许也有机会能够主导，让它形成全球共通的规格。ユーザー個人への補助ではなくて、産業の促進、つまりコア技術、コストダウン、インフラの整備に資源を集中すること。另外、我们也希望政府能够跳脱补贴个人购买的方式，而是将资源投入在产业的发展，特别是在核心技术的开发、成本降低，还有基础建设的准备方面。発展途上の EV の成熟を行いつつ、国民の生活を維持するために、自然な市場メカニズム、ユーザーのニーズを尊重して、7基、6基までかな、のエンジン車と EV を共存して、現実的かつ緩やかなモビリティのシフトを進めること。目前、電動車の发展尚未完全成熟、而我们人民的生活经济也仍然必须受到照顾。我们希望能够尊重市场自然发展的法则，以公平健全的方式来尊重消费者的选择。希望让环保的机器燃油车跟电动车可以共同存在发展，用比较务实而且比较平缓的方式来做好未来产业的转型。で、提案の最後が IoT スマート。自動運転とかの研究もしくはビジネスモデルっていうのを世界に先んじて台湾で実現してその事例を持って外に輸出に使っていくということが私の提案です。台湾已经有很好的 IoT 物联网还有智慧的发展经验，未来台湾应该也能够开发出无人自动驾驶，
等等不同的商业运转模式，让这些商业运转模式能够在台湾生根，同时能够朝全球进军。これが提案でございます。ご清聴ありがとうございます。谢谢。非常谢谢。那接下来呢，我们要邀请下面一位讲师哦，是中华民国汽车。